構えます。レフト上がった、高く予想に上がってそのまま楽天ファンの中に飛び込んでいきました。レアードの一発逆転スリーランで、クイックから投げたがレアードの打球レフトへ、ホームランラグーンだ、ホームランラグーンに入りました。ホームランラグーン上がった、打球はどこまで行く、どこまで行って、どこまで行くんでしょうか。3試合連発、冗談でした。4試合連続か、レアードの打球は4試合連続になりました。開幕から4ゲーム、レフト上がった、下がった、入りました、ホームランです。ランナースタート、そして打っていった、文句出した。なんとマリーンズ今日すでに4本目のホームラン。ダメ、ボールは来てないですよね。高めです、左中間です。さあどうだ、ホームランラグーンの方向ですが、センターバックバックいっぱい向こう向き、フェンスを越えて届きました。今日も幕が打ち返した、左中間、打球は伸びてスタンドまで届きました。レアード満塁、ビンズでも、ああ大きいぞ、大きい大きい大きい、バックスクリーン左側、ハイアベレージをキープしているレアード、打球はセンター、センターへ、バックスクリーンへ飛び込みました。それ取った、センターを越え、高く上がった、どうか、軌道についていったか、入りました。高く上がったぞ、後方は見送って入りました。高橋、打球レフトのポール際、伸びていってホームラン、満塁ホームラン。ちょっと違いますよね。そして大きな打球がどこまで行った、球団レアード、シーズン第ライナー入った、レアードの一発、先ほど連発、次刺さりました、初球レフトへガンガン伸びていく、伸びていく、これもホームランテラスへ飛び込んでいった、ホームラン、現在は登録抹消中、センターを越え上がってぞ、大きな打球、どうか、回転するか、いや、どうか、これ跳ね返ったぞ、入ったか、いや、審判はぐるぐる手を回しています、入ってるか、入った、それを確認してから今レアード、ストレート、さあ左中間、伸びていくのか、伸びていって、レッツゴー習志野のテーマに応えましたレアード。レアードの当たりは伸びるかどうか、この打球が伸びてスタンドに届きました、レフトへ、これは文句なし、レフトスタンド中段までも打ち取ったか、センターに上がった、いや打球が伸びてどうだ、レアード放り込んだ、ホームラン、うーっと、これはレフトへの打球ですが伸びはありませんか、なノーグッバイ、ツーランス、レアード打球は高く上がりました、レフトが下がってジャンプスレーが入ったか、入りました、レフト、これも伸びていきました、テラス席に入ってきましたレアード、3試合連レアード、そのままロッテファンの中心に飛び込んでいきました。さあレアード、打球はライナー性の当たりで30号に乗っていきました、レアード30号の内打、あーいったー、捉えた、スタンド上段まで行きました、今日2本目、レフト越え、レアード、ブラシャル一歩も動きません、微動だにしませんでした、レアードの久々の一発がここで飛び出しました。